こんばんすごい無理やりな格好な。こんばんばん、こんばんは、ありがとうございます。後ろのコート気になるけど、どうしよう。ここかな。こんばんは。今日はシーンのフェス出演させていただきました。歌とかパフォーマンスもさせていただいて、あとなんかワンちゃんもいて楽しかったです。いやー、お疲れお疲れお疲れ、マジで頑張った。いや、ちょっと今日はですね、一日朝まず頑張ったんです。ちょっと頑張ったから聞いてほしい。こんななんか大きい声出していいのかわかんない。まず始発でした。新潟から始発でやってきました。偉い。それだけでももうまずすごく偉い。すっごく偉い。すっごくね。すっごくだよ。そうです。今日始発でした。えらい、早起き頑張った。昨日はおしゃべり会ありがとうございました。そうだよ、昨日だからおしゃべり会が終わって帰って支度してすぐにお風呂に入った。私にしてはすぐに入ったて、てなんだで、今日はもう朝の5時くらいとかに起きた。そう、5時台とかに起きて、始発は新潟発なので、はい、早かったです。でも寝坊しませんでした。あ、くまさんだ。え、ニコもくまさん来た。ありがくまくま、ありがくまくま、ありがくまくま、ありがとう。ちょっと前髪を直します。いや、なんか見ておもろくない、今のこの状態がすごい。やっぱね、あのケープみたいな固めちゃってるから、一回こう熱を通すとパキッとなるんですね。でも櫛で溶かせば大丈夫。いや、でも私本当に寝坊しないんです。すごいでしょ。寝坊はしない。寝坊はね、寝坊はしないのよ。偉い、本当に偉い。でもこれからもしかしたら起きれなくなるのかもしれないってすごい思ってます。だってどんどんなんかみんな、その他のメンバーは私よりちょっとだけお姉さんだったりするんですけど、まず20歳を超えて肌が変わったって言うんですね。そうなんですかって思ってます。なんか今はまだあれだから、なんかちょっとくらい肌に負担をかけても全然別にあれだし、ニキビができてもまあ割とすぐ治るというか、1週間もなく数日で治るんですけど、でもなんか変わるって言われてめっちゃ怖いなって思います。30超えたら頭戻りできなくなります。怖いこと言わないでください。そんなこと言わないで、怖いから。
え、本当なんかそうですね。いやなんか今日はさ、めっちゃみんな可愛くて、もうなんか可愛い人しかいなかった。なんかびっくりする顔の人しかいなかった。なんていうのかな、なんかみんなその顔の形が、私人の可愛い顔の人を見るのすごい好きなんですけど、その目鼻口の形が可愛いだけじゃなくて、オーラがすごいんです。なんかキラキラしてる。そう、でもやっぱそういうのってその生まれた時のその目鼻口の配置や形は、まあ、生まれつきかもしれないけど、やっぱなんかこう肌が綺麗だとか、まあ、メイクもそうだけど、なんかこう多分磨き上げられてるからじゃないですか、キラキラしてるのって。あ、本当素敵だなって思ったし、なんか本当に、いやちょっと自分もちゃんと頑張ろうみたいなそうですね、頑張ろうって感じ。まあでもあとはそうですね、なんかこんなに可愛い人がこう世の中にはいるんだなって、なんかあと芸能界にはなんか可愛い人がこんなにいるんだなって思ったからこそ、やっぱりなんかその自分のなんていうの、内面的なものというか、その性格なんだろう、キャラみたいな、こうな内側から出てくるものとかもやっぱ魅力的じゃないと、なんかみんな可愛いから、もう可愛いのが当たり前みたいな、可愛い中でなんかこう上に上がっていく人ってやっぱなんかこうこれといったこう強みを持ってたりだとか、なんかまあ人間性ですね、そうとかだなって。だからなんか本当に芸能界のやっぱなんか厳しさっていうのを改めて痛感した一日でした。痛感というかなんか、いや芸能界だよなって感じ、はい、芸能人がいっぱいいて、なんかこう48さんもそうだけど、モデルさんとかもすごいたくさんいて、なんかもう知ってる人とか普通になんていう、知ってるインフルエンサーさんみたいなさいるから普通にね。だからなんだろう、でもなんかいつか私も逆にあっって思われる側の人にいつかなってみたいなみたいなのもあります。はい、でも今日めっちゃたくさんの人がいて、そう私赤レンガ倉庫、その倉なんかそのよく分かってなくて赤レンガの、すいませんバカなんですけど、倉庫の中でやるんだと思ってたんですよ。そうすごくね、もう外だった、そう外だったの、外でこうなんかでもこう無料で見れる席みたいなところ、席っていうか立ち見なんだけどあって、でなんか結構あれは何、通行をしてたけど、その通行してる人も足を止めて見てくれてたのかな、ね、でもファンの方はね結構あのすごいうちわとかね見えました。めちゃめちゃ嬉しかった、ありがとう。そう、なんかランウェイみたいなちょっと歩いたりもしたんですけど、なんか恥ずかしいまだちょっとそうですね、私ランウェイとかは本当になんか恥ずかしくなっちゃうんですよね。
そう、なんだろう、演技ではないじゃないですか。だから何者になればいいのかわからないみたいな。そう、ちょっとカッコつけてやるって思うと恥ずかしいなとか。だからやっぱ知ってる皆さんの顔を見て手振ったりとかがなんか気持ち的には楽だったというか。なんで見に来てくれてね、そう、皆さん嬉しかったです。でもなんかやっぱそうですね、他の48グループさん、やっぱ最近だとでも博多の HKT さんのね、こうコンサート見させていただいたりとか、 HKT さんは多分そうですね、今のところはやっぱ48の中でも NGT とこうかなり交流がねしていただいてる、そう、ありがたいことに。だからこう HKT さんの風をこう感じることはちょいちょいあるんですけど、今日はその SKE さんと NMB さんもいらっしゃって、そう、なんかすごいね、可愛い、すごい可愛いって思った。いや、なんかだし、なんかさ、やっぱ曲がさ結構こうふふみたいな感じの曲なんです。なんかそう、やっぱね、最近フェスに出るたびに、あれ、なんかでも NGT は結構なんだろう、なんていうのかな、こうゆったりゆったりではないけど、なんかあんまでも頭振りながらはしゃぐ系の曲は確かにないなっていうのは結構みんなと話しますね。でもなんか、でもまあ確かにフェスなんかね、考えるんですよね。やっぱなんかすごいさ、こうめっちゃこうフェスみたいな、ウェーイみたいな、はいはいフーフーみたいな曲もやっぱフェスはやっぱ盛り上がるから、まあでも NGT にもそういう曲があったらいいのかなとは思ったりもするけど、でもその NGT の曲ってすごい NGT 味があるというか、なんかなんだろうな、すごいそう思うんだよね。なんて言えばいいのか分かんないけど、まあでも NGT は NGT でなんか自分たちの色で魅了できるようにまでなりたいなって。まあ、確かにそのフェスだったらこう大きい声出して盛り上がれるような曲というか、そういう煽り方、私たちメンバーもの方がいいというか、なんかなんだろう、みんながすごいいいねって間違いないというか、王道なんフェスの王道みたいな感じかもしれないけど、でもまあこうよく言うじゃないですか、やっぱこう人なんていうの、誰かがやってることにこう同じことをやったりとか、そのすごいこうライバルが多いジャンルのところに飛び込むとやっぱなんかいいかもしれないけど、自分たちらしさみたいなところもっていうのはすごく思うというか、うん、こうでもなんか誰かを目標にしたりとか、ちょっとこう参考にしてみたいなのだったらあれなんですけど、目標この人になりたいみたいになると絶対その人以下になっちゃうじゃないですか。そうだから、なんかこうはっきりとした何かをこうイメージして、それをなんか目指して真似めっちゃするっていうよりかは、やっぱなんかいろんなものをこう参考にしてしつつ、自分たちらしさも生み出しつつみたいな感じでね、できたらね、いいよね。こんばんは、こんばんは、ありがとう。なんか今日めっちゃ寒くて、なんか飛んだ、ありがとうございます。めっちゃ寒くって、もうびっくりだった。
すごい寒かった。なんかさ、私がちょっとあんまちょっと無知すぎて本当にすいませんなんですけど、新潟ここ2日くらいが新潟が寒いんだと思ってたんですよ。東京がこんなに寒いって思ってなくって、関東の方もこんな、でもなんか日中はね結構日差しが差してました。でも確かに空気はちょっと冷たいけど日差しは差してるみたいな。でも夜めっちゃ寒くって、今日1部と2部があったので夜までいたんですけど寒かったですね。そう、ずっと外だったから。そう、でも久しぶりです、こんなに長時間ずっと外なのはめっちゃ久しぶり。生きてる間でもめっちゃ久しぶりな気がする。小さい時はずっと外で、もうずっと外で遊んでたけど、でもこんなにも外に居続ける時間が長いなんて、温かいもの食べれた。あ、でもいただきました、すごい。なんかお昼ご飯キンパ食べました。サーヤと分け合いっこしながら食べてました。はい。なんかキンパとあとビビンバがあって、でもなんかビビンバ結構大きくて、なんかサーヤが混ぜるのめんどくさいってすごい言っててからキンパにした。すっごい混ぜるのがめんどくさいらしいです。まあ確かに、でも具材がたくさんだし、すごいちょっとね、ほんとなんか大きいって結構大きい感じだから、なんか箸でこう混ぜると確かに手はさ疲れるじゃないですか。箸がこうこことかにさぐーっと負荷がかかるでしょ、こう箸を持ってたら。多分そういうことだと思います。ハートありがとうございます。キュー、こんばんは、こんばんは。こんばんは。でもなんかさ、日に当たると疲れ、そう、なんか日に当たるのもそうだし、でも夜は寒くて、寒いとさ疲れませんか。今はもう部屋の中だからあったかいんですけど、寒いと、そうですね、疲れる、体力使う、寒いと。咲いた咲いた赤白黄色。いや、そう、なんかさ毎年最近はあるけどさ、桜が咲くじゃん。もうでも散っちゃってるよね、新潟も。だけどでもなんか桜が咲いてすぐなんか冬に戻ったのかなって思っちゃったもん、今日の朝とか。あ、冬に戻ったのかって。だからこれからもしかしたら逆回転する時代が来てしまうかもしれないですよ。春夏秋冬から言って春が来なくて冬秋夏春、そうになるかもしれないですよ。めっちゃ怖いけど、そんなことがあったら怖っ。いや、そう、あ、なくもないです、本当に。今日リリカが楽屋隣だったんです、席が。
めっちゃ話してくれた。なんかすごいリリカから話しかけてくれて、でなんかだからリリカに、え、はるかと仲良くなりたくてすごい今日は話しかけてくれるのって聞いたら、なんかそういうわけではなくて、私隣の人によく話しかけるんです、だから隣が3期生だったら3期生に話しかけてましたって言われた。いやいや正直正直だな、すごい、もうね、らしさが全開でしたね。そう、でも今日はゆうなちゃんとなつきちゃんともう、そう、いっぱい喋れた。え、なんかゆうなちゃんってさ、なんかすごいやっぱラーメン部も入ってるのもあって、結構ななみとかれいなさんとかとすごいなんか喋ってるイメージがあって、私もいつか仲良くなりたいなって、結構なんか一番すごい先輩とかともうこうコミュニケーション取れてそうな雰囲気を私は感じてて、でも私あんまそんななんかたくさん喋ってなかったけど、でもなんか喋ってくれて、え、すごいすごいね、上手だなって、もう上手だなっておかしいけど、なんか好きになるもん、なんかゆうなちゃんっていうか、なんか今日一日でゆうなちゃんって多分めっちゃ周りの人から愛されるんだろうなって思った。あんなになんか明るくてすごいこう気も使えて、なんか笑い声もすごいでかいしいいよねでかいしっていい意味でですよ、もちろん。そう、なつきちゃんはねいっぱい今までも喋ったこと、でもなんか可愛い、なつきちゃんずっとモコモコの歌着てるの、自前のね、ステージでは着てないですよ、だから皆さん見てないかもしれないですけど、なつきちゃんめっちゃ可愛い。あとヨギボーでずっと寝てた、本当に可愛い。なんかヨギボーが置いてあるところがあったんですよ、ずっと寝てた、マジで可愛い。そう、あと今日はずっとサーヤと喋ってた。あ、でもひのちゃんとも喋ったよ。でもなんかひのちゃんはやっぱなんかちょっと方向が違ったんですよね、こう楽屋の座ったその、いや近くには座ってるんだけど、ちょっとテーブルが違くてこっち向いてたから、ちょいちょい喋るけどそんなずっと喋ってたわけじゃなかったわ。でもなんかレイナさんがさ、やっぱ2期生にさ馴染みすぎててさ、そうなんか危ない危ないって思っちゃう、2期生だと思っちゃってて危ない危ないってなるそう、なんか日向さんとも喋って、あのリリカがその日向さんと私の間に座ったんですよ、今日楽屋で。っていうかなんか最初入ってこう3つ椅子があって、なんとなくこうキュッてすぐ隣に座るのはなって、なんかちょっと迫ってなるかなと思って1個開けたんですよそう、そしたら後から3期生入ってきて、なんかリリカをはるかと日向さんで挟むことになった。そう、すごい今日の楽屋の様子をこんなに詳細にお伝えしてしまってて、なんかすいませんそう、いやでも私先輩の間に挟まれたらもう座っていられない気がする。でも着物座ってるリリカさんはね
でもなんかリリカも今日緊張するみたいな言ってた。なんか横浜東京ではないみたいな、だからいつもの調子が出る、新潟でもないし東京でもないから、なんかまずその時点で違うじゃないですかって言って、そうだねって。でもまあ東京からちょっとずれてるなっていうのをすごく感じるのって言ったら、うん、なんかそれは感じないですみたいな。いやだったらなんかここは東京、ここは東京って思い込んだらいいんじゃないって。まあほぼ関東だから、まあね、ほぼとか言ったらなんかちょっとあれかもだけどそうで、そうですねみたいな話を、なんかほんとそういうレベルの話を永遠としてた。かわいい。あのさ、最後のさ春メドレーの、春曲メドレーの時にさ、あのみんなに一人ずつのなんか歌わりがそうあって、みんなこうソロで歌ったりするんですけど、 NGT だけソロで歌ってるこのイメージをこう彷彿させるようなポーズや動きで周りの人が応援するスタイルでした。なんか私は全然見てなかったけど、歌ってる間私の後ろではみんなが春花ポーズをして花を揺らしてたらしいです。あ、そうそうそう、レイナさんの時みんなでスケボーをこうやってたんだけどさ、わかりましたかね、全然伝わんないなってみんなで話しながらやってたんですけど、そうゆなちゃんの時はカニをやってました。こうやってこうやって揺れてました。いや、ちゃんと見てました、やってたやってた、そうですよそうスイスイの時もみんなでスイスイってやってました。他のチームの他の48さんも意味も分からず真似してくださってました。隣の SKE さんもやってたのよく見えたよそう、でも今日はそうですね、やっぱまあ起床時間が早いので長い一日でしたけど、でもいい一日でしたね。うん、今日もなんかシーンさんのお洋服をね着てたんですよ。楽しかった。ピースめっちゃ可愛かった。そうだね、今日はそのアイドルの衣装じゃなかった、シーンさんの衣装だった、お洋服だったんですけど、衣装がそれもまたそれっていい感じでしたね。よいしょ、眠っ。やってくれて嬉しかった。嬉しい、こちらこそ嬉しいです。お疲れ様だったね。いやそうよ、なんかやっぱりこういう日の方が一日オフで何にもしなかったっていうよりも今日一日で得たものが多いじゃないですか。まあ早起きをしたっていうのもそうで、でまあなんだろう、可愛いなっていう人をたくさん見たし、
あ、私も頑張らなきゃという気持ちにもなり、あとやっぱりお客さんの前で歌ったり踊ったりすることは楽しいし、やっぱ音楽は素敵だなと思ったし、夜はねすごかった、もうなんかめっちゃ綺麗で、そうなんかライトアップされてて、真っ暗で寒空だったんですけど、そうでもすごいね綺麗だった、いい日でしたね。だから今日は一日で得た感情が、感覚がかん、なんか多かったですね。コールできてよかったです、ありがとう、聞こえてました。さららららららん、そう声出しもね OK だったから、うん、やっぱでも他のコー48グループのファンの方もいてくださって、 NGT のさこうパフォーマンスを普段こう見ない方とかも多いんじゃないかなって思うのでね、いい機会だったし、でも NGT のファンの方もね、他の48さんあんまり見ないかもしれない方もいるかなって思ったら、ちょっと目移りはしないようにしていただきたく、あ、そうコールねよく聞かれるんだけど、ハルルンかハルカ問題で、でもなんかハルカの方が呼びやすいらしくて、なのでじゃあハルカでってことにしてます。超絶かわいいはるかーで、そう、眠たくなってきてる気がする危ない、危ないです。最後の最後があの口だと大きい声出しやすい、あ確かに、はるるんだとうんになるけど、はるかーだったらはるかーってなりますもんね。そうだわ、確かにそれはそう、やばい、眠たくなってきた村長は、村長は、いやでもやっぱなんかバラバラだとさ良くないじゃないですか、私呼び方結構多いんですよ。でもあえこれでもすごい少ない方、小学校の時めっちゃ呼び方作られてたもん、もうはるるんよりかはるか、村長でも代表でもなく、はるか、はるかーで、はい、お願いします。え、わかる、今めっちゃ眠たくなった、でもちょっとでも動けば起きれるよ多分。じっとしてるとね口しか動いてないからね眠たくなっちゃうんですよね。おはよう、おはようございます、ここです、ここここここでございます、おはようございますああ眠いかも、なんか可愛かった今日何時に起きたの、多分
5時15分とか。そう、なんてったって始発だからね。始発だからね。そうよ、冒頭でも言いましたが、始発だからね。早いでしょ。でも HKT さんとかって全泊だったのかな、めっちゃ気になる。飛行機で来るのかな。あ、飛行機か。でもどうだろうね、飛行機か。なんか私はプライベートで飛行機に乗ったことがなくて、握手会をやってた頃に大阪で握手会を、うん、そうだな、大阪で握手会の時に初めて飛行機に乗って、でもそれ以外乗ったことないですね。はい、HKT さんは基本飛行機。あ、そうなんだ。でもこの前のあのコンサートを見た時も MC で話されてて、飛行機 の話、愛知の飛行機の話してたそうで、あ、飛行機なんだって思いました。でも私やっぱその大阪に行くための飛行機乗ったのはなんか全然多くはなくて、ほんと数回なんですけど、でもなんかやっぱりゾクゾクしますよね。だって空を飛んで時短になってるって意味が分かんないじゃないですか。普通に乗り物に乗って空を飛んで、飛んだのみたいな。え、そう、空中、そうそうそう、なんだよ。どういうことって。なんか空の上にさ線路もなくてさ、あんな高いところにさ、ちょっとあのね、当たり前になっちゃってるかもしれないけど、よーく考えてみたら、なんかデジタル徒歩界みたいな、デジタル徒歩界になってますかみたいな気持ちになるよ。なんかまず飛行機が、人がなんか何、入れ物の中に入って空を飛んでるっていうとすごくおかしい。あ、ゲシュタルト、あ、めっちゃおかしいですね。デジタルトって言っちゃった。デジタルですね、それは。え、そう、やばくないですか。だってあそこ、え、やばくないって思っちゃう。でも私たちのその乗る人のお客さん的にはもう乗って時間が経ったらついてるってことじゃないですか。それやばくないですか。まあ乗って空をそれ間に飛んでるって言われても、え？え？って感じ。どうね、やばい、寝そうだそう、だから本当にみんなね、今日も一日ありがとうございましたいや、かんないちょっと、じゃあちょっとすいません、早起きだったもので眠たくなってしまったので、壇上の皆さんをお呼びしてそろそろ寝ようかな。じゃあお呼びしますね、いきます。13位文星さん、12位アイミラクルさん、11位スマイルさん、10位ソラさん、
9位あゆ太郎さん、8位夏目さん、7位いかちさん、6位ふみのんさん、5位ゆららさん、4位ぴょんぴょこぴょんさん、3位るきさん、2位てっちゃんさん、1位かんくろうさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございます。15日はねまた公演があるので、次にみんなとファンの方と直接会える機会はそこかな。そうですね、ということでありがとうございました。じゃあおやすみなさい。またね、おやすみ。見てくれてありがとうございました。よかったらフォローしてください。バイバーイ。あ、ちょっとなんかでもスクショタイムみたいな。みたいな、スクシュタイムみたいなでした。はい、ありがとうございました。またね、ありがとう。おやすみなさーい。